コンパスをプレイしている皆様、こんにちは。レイヤー役の斉藤壮馬です。なんとこの度コンパスがついにアニメ化します。ありがとうございます。そしておめでとうございます。私が演じているレイヤーというキャラクターは非常にですね、ゲーム本編では意味深なセリフをたくさん言ってくれる、役者心も中二心もくすぐられる、素晴らしいキャラクターなんですけれども、アニメーションでは当然他のキャラクターとの掛け合い絡みもありまして、ゲームとはまた違ったいろいろな表情を見せてくれております、詳しく言ってしまうとネタバレになってしまうので、ぜひ本編の方を見ていただきたいんですけれども、アニメーションならではのレイヤーはいろんな表情を見せてくれているので、彼が一体どんな風に物語に絡んでくるのかという点もぜひ注目していただきたいなと思っております。これは言っていいのかもしれないですけど、めちゃくちゃレイヤーさん出てくるので、レイヤーファンの方にもぜひアニメーション見ていただきたいなと思っております。コンパスは現在最終話に向けて絶賛アフレコ中でございます。皆さんにお届けできるのを楽しみにしております。ということで、以上レイヤーの声を担当しております斉藤壮馬でした。ぜひ皆さんコンパスを楽しんでください。